ことにおいては、私たち海上行動メンバーの動きについては、海上保安庁はしっかり見ているので、夕方、失礼、深夜の1時から早朝5時、この間に警備が引き上げたと。これはもうまさにクレーンアップ、デッチ上げ以外にないと思います。このように、県が、尾長知事が、裁判闘争を持っていこうとすることに対して、私たちへの牽制だと思います。一方で、先島屋における自衛隊の配備というのを強行突破しようと動いています。宮古屋などでも住民たちが立ち上がっています。このように、共謀罪と絡んで、沖縄を再び戦場にするためには、基地反対闘争の運動を潰す、そういう意図で、先取りみたいに、今、辺野古に襲いかかっていると思います。しかし、私たちは、このような権力の横暴に負けてはいません。今でも、ゲート前の座り込み、あるいは海上行動、私たちはこのように戦いを展開しています。ポセイドンという多目的作業船が約2ヶ月のオーラーに停泊していたのはなぜか、このことも今解明中です。一方でアメリカ政府は今の辺野古の新基地滑走路は短すぎると、緊急対応で3000メートル近い滑走路を必要だと、このように言い始めて、まさに安倍政権はアメリカの自由がままに動く、このような政権でしかありません。私たちはアメリカの意図を見抜き、安倍政権の意図も見抜いて、沖縄に新しい基地は来らせない、この立場を堅持して今後とも戦いへ向きます。終わりました。発言は、整理基地反対中のあすとみさんから現地の生々しい戦いの様子が報告されたというふうに思います。では続いて沖縄からもう一人来られています。沖縄学校事務労働者の方、発言をお願いします。皆さん、ご苦労様です。私は沖縄学校事務労働者会の者なんですが、こちらで仕事できたと言えなくて、たまたま個人的に取ったんですが、学校事務労働者会という小さな全国ネットワークがあって、そこの仲間が、入れ替わり立ち替わり、皆様の現場に支援してくれるという中で、
連絡を取ったら、今日こういう報道があるということで、初めて防衛省前の報道というのを伝えたわけです。毎月こういった防衛省の工事が行われているということに、現地で座り込んでいる立場から、非常に、ありがたいことだというふうに思います。私は週に大体2回ぐらいは日本法を出てこないし、金曜日は、沖縄で、一番大きい、米軍の拠点である嘉手納空軍基地の第一原子前で、海兵隊だけではなくて、沖縄の軍人はこの子の基地だけではなくて、沖縄にある米軍基地すべてに反対しているんだということを話しますために、一番凶暴な嘉手納空軍基地に対して、出ていけという意向をやっているんです。でその帰りには嘉手納の物語のど真ん中にある沖縄防衛局というところに放棄することもあります。それで沖縄では沖縄防衛局という名前なんですが、ここは防衛省という名前ですけれども、一体誰から誰を防衛しているのかなというふうに思うんです。で沖縄では沖縄防衛局と言ってますが、実際には佐古防衛部を含めてこの間すでに防衛してきた資産軽減の約束があるわけですけど、それを全部が全てこう、保護にしてくる中で、そのことで抗議すると、防空上の国が中心は求めないというような立場で、むしろ沖縄の県民の任務を抑え込むような立場になっています。ですから、抗議に行った時には、沖縄防衛局という名前をやめて、米軍防衛局、または安倍政権防衛局という名前を変えたらどうかと。そういうような防衛局であれば、本来必要ないのから出て行ってくれというような人たちの抗議をやったりしています。でも先ほど服部さんからのご報告もありましたし、宮古から清水さんが出していくことに、宮古は南部から300キロほど離れているので、めったに慌てて帰らないように、そういうふうに動きながら、宮古島の詳しい状況は、南西諸島で自衛隊の強化が取れていることが、辺野古の基地の建設とか、都会での人工的に行くと、実際のものとして行われているんだということを、改めてここに来てですね、学びとしました。なかなか沖縄本島でもそういった企画とかできてなくて、8月の当時が始まるということですから、私たちも実際に高山さん一番の方も行ったんですけれども、宮古は3時間をかける方には当時でしか行かれないので、8月になったらどのように感じつけたらいいのかなというふうに思って、私のサーターさんも宮古に比較的しょうがないけれども行くしたいと思います。やっぱり現場としては、天津護岸、皆さんご存じと思いますが、天津護岸が比較的されてから、非常にやっぱり天津の弾圧が目に見えて、非常に大きいと思います。先週の土曜日、大きな被害の方々がいるっていう、土曜日にそういうこともありましたけれども、あの時、皆さんに特徴的だったのは、皆さん行かれてご存じと思いますが、座り込みを排除して、コンピューターを開けて、それを埋めた後、機動隊を一体引くんですよね。その後、ブロックと近くの高層座り込みですが、金曜日に関しては今までなかったような事態で、機動隊がそのまま行くんですね。その前に、アルコスが出てきて、私たちの座りスペースをアルコスを奪ってしまうというようなやり方、これは今まで一度もなかったことと思っています。それから一番奥にいる軍警の職員がこの間無理になっていたんですが、軍警は軍港用意ですので、沖縄の出身者が多いです。ただ、島袋美穂子さんが話しかけると、黙ってしまうような証言も多いわけですけれども、これから来ていなかった軍警が、メンバーを新たにして、見たところ、もしかしたら、本土から調査に来た軍港用意で置き換えたんじゃないかなというような状況も出てきて、それほどのやっぱり、安倍政権は、この、天津護岸の被災地を埋めることで、県民が諦めるということを一挙にやりきってしまおうというような形でのワークが始まっているという感じですが、最終的に言えば、今やっている工事は、中井の先生が認めた部分でしかないので、この工事を進めようと思えば、小長先生の変更申請、これを進めます。そういう意味では簡単にできる方法ではないことが明らかですけれども、やっぱり割り込みしている私たちの形としては、そういう意味で一つでも石が入るということは、目が張り裂けるような気になるわけです。だから、何としても止めたいというふうに思います。
で、月曜日から金曜日まで割り込みますが、水曜日土曜日の出勤止める日は200人余りやって、ある程度は止められていますが、その他の日は50人ぐらいですから、やっぱりもう本当に暴力的に配置されて、自動車の車、排気ガス、炭素流しの車と、あと、フェンスの間に押し込められてですね、引きずられていくときも、力ばかりに伝われるので、泡技が出てくるような、そういうことで渋滞して、非常に危険です。そして、最終的にそれで入ってくるトラックを見ると、非常に腹が立ちます。なんといってもやっぱり、今の局面で言えば、やっぱり、たくさんの人がゲート前に集まって、このトラックを止めるということが一番大事なことなんじゃないかなというふうに思っていますので、皆さんのこちらでの取り組みに非常に頭下がるんですけれども、もう一息、それぞれの方が、一人でも二人でも連れて、現場に一緒に座っていただいて、本当にトラックが入るのを一緒に阻止して、それほど工事を止めて、安倍政権に打撃を与えていきたいなというふうに思っていますので、これからも絶対よろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあ先に申し入れを、行っていきたいと思います。今日は、宮古の、清水さんの申し入れ文を持ってきていただいて、そして、反安保連絡反安保労働者行動、すいません、労働者行動の方が、今日要請文を持ってきてます。他に要請文を持ってきている方がいらっしゃったらお願いします。じゃあお願いします。証明、証明今日は、お名前を。地方協力課の福本さんだそうです。では防衛省防衛大臣皆様、宮古島への一時配備に関する要請、昨日6月5日付の、関西新聞報道によると、宮古島への一時配備工事を8月着工とありますが、私たち宮古島住民はこれまでに国防衛省にも宮古島市にも配備計画の全容の詳細な情報公開と、いわきの水である地下水に関する環境調査や地下水保全条例に基づく審議会を開催するよう申し入れているが、実現していない。たる7月の市長選挙で決められた議員も、会議出身の現職市長の得票数9500余りに関して、会議反対、またはもっと情報公開して慎重にご慎重は2万であったことからも、明らかに会議同時ではない。昨日の本音は、中江手の子に見られる本体不要な工事の情報と反対運動にも暴力的な弾圧を、離島にある宮古島においても行うことも弱く無国であるなら、私たち宮古島住民は決して受け入れることができない。私たちが望む島の未来とは、軍事による安全保障ではなく、近隣諸国との交流、交易による平和な島の姿である。また飲料水など全ての水を地下水に頼っている、世界でも稀な地形地質の島である宮古島の特殊性に鑑みて、地下水汚染の恐れのある新基地建設には反対である。住民の命と意思を無視した配備計画